どうもこんにちは。今回なんですけれども、ムソンさんから、アクションカメラのレビュー依頼をいただきましたのでご紹介したいなと思います。でこの商品はですね、無償で提供いただいたんですけれども、まあ、だからといって、甘い感じでレビューするつもりはないので、ちょっと見ていきましょう。ちょっとですね、一回開けたんですけれども、まずはこれ説明書が入ってます。これのね、嬉しいところはやっぱり日本語っていうところですね。日本語っていうところが嬉しいのと、あとね、これがね、いいところで充電器が入ってます。ちなみにですね、エイプマンの A80、 これも僕持ってるんですけれども、エイプマンはですね、届いた時に充電器がなくて、あれこれどうやって充電するんだろうって思って、別売りなんだっていうので買い足した覚えがあるので、こうやってね、充電器がついてるのはすごいポイントが高いんじゃないかなと思います。ただですね、付属のバッテリーはこれ1個だけみたいです。なのでここはね、ちょっとポイントが低いかなと思いますね。もう1個ぐらいあってもいいんじゃないかなと思います。で、これもね、エイプマンとは違うところでリモコンがついてます。で、リモコン用の電池もこうやって付属してますね。ただ電池は一応入ってるみたいですね。で先ほどですね、この説明書がついてるっていうお話をしたんですけれども、これのね、嬉しいところとしては、まず、何が入ってるのかっていうのがちゃんと分かるっていうこと。初めてアクションカメラを買う方って、例えばじゃあこれをどうやって使うのかっていうのが分かんなかったりするんですよね。これは何だろうとか、でそうやって思ったりするんですけれども、こんな感じでですね、設置方法っていうのも書いてあるので、あ、このパーツはこういう風に使うんだなっていうのが結構分かりやすくなってます。まあ、個人的にはですね、このマウントって2つぐらいしか使うことないので、まあ別に使い方分かんなくてもいいっちゃいいんですけども、まあ、こうやってね、説明があるっていうのは嬉しいかなと思います。あとはまあバッテリーの充電方法だったり操作について、あと設定モード、あと動画はこういう撮影ができますよとか、そういったことが書いてあります。じゃあまあとりあえずはですね、これを開けていってみましょうか。こんな感じで防水ケースについた状態で入ってます。これはどうやって外すんだ、こうか。この防水ケースがあることによってですね、川の中に沈めてみたりっていうのが可能になってきます。マイクがどこにあるんだったかな。マイク確かこっち側にあったと思うんですけど、ただね、これに入れるとマイクでね、音を拾わないんですよ。一応拾うんですけど、ちょっと使い物にならないような音なんで、まあその辺はしょうがないですよね。これは単純にですね、このカメラがこう中に入ってるっていう感じですね。でですね、このムソンのアクションカメラ MC2 Pro 1なんですけれども、いいなと思うところとして、ここなんですよね。外部のマイク端子がついてます。ちなみにね、こっちがエイプマンでこっちがムソンなんですけれども、表から見るとこんな感じで、まあ特にね、違いはないように見えるんですけれども、こっちのムソンの方はここにですね、マイク端子があります。でマイク端子があるので、外部のマイクを接続することが可能になってます。どうしてもね、アクションカメラって音が悪いんですよ。で音が悪いので外部の端子が欲しいなと思ってたんですけれども、このムソンはついてます。じゃあちょっとね、バッテリーを入れてみましょう。あ、予備バッテリーは入ってないっていうお話をしましたけど、予備バッテリー入ってますね。ここ最初からバッテリーが入ってる状態なのか。このね、バッテリーの取り外しなんですけれども、まずここね、ここに爪を引っ掛けてこうスライドさせる形になってます。でそうするとここにね、バッテリーのなんかこう紐みたいなのがついてまして、でこれを引っ張ると抜けるという感じですね。でこういうのって規格が全部同じなのかなと思ったんですけれども、バッテリーの形がちょっと違うみたいです。こっちがムソンのバッテリーで、こっちがエイプマンのバッテリーです。形が違いますよね。こっちはね、バッテリーの容量は多分1000ぐらいだったと思うんですけれども、こっちは1200だったかな。なのでバッテリーの容量はこっちの方がですね、2割ぐらい多い感じになってます。このね、たった2割なんですけど、この2割がね、外で撮影すると結構重要だったりしますよね。じゃあですね、このフィルムを剥がして、まずじゃあ電源を入れてみましょうか。電源はここですね。ここが電源になってます。このね、設定方法なんですけれども、うわ、ライトが明かりが強いな。これは別になくてもいいかなって感じがしますけどね。どうなんだろう、なんかここで変にバッテリー使うんだったらなくてもいいのかなって感じはしますけどね。ここの電源ボタンを1回押すごとにこう画面が切り替わっていきます。
これが、カメラモードで、これが今何も撮ってないんでファイルがないんですけれども、再生モードかな。こっちがカメラの再生モードで、ここが設定なんですけれども、これね、一番最初に多分やった方がいいのが手ブレ補正でしょ。まず手ブレ補正はオンにした方が絶対いいです。ループ録画はですね、ドライブレコーダーみたいな使い方するときはいるんだと思うんですけれども、これはオフで、でタイムラプスもオフ。このタイムラプスっていうのはですね、1秒間に60コマとか撮るんじゃなくて、1秒間に1コマとか、5秒間に1コマとか、それぐらいしか撮らないっていう機能です。早送りしたようなですね、動画が撮れるんですけれども、まあ、これはオフで、スローモーション、これスローモーション録画にも対応してます。これは確かエイプマンにはなかったと思うんで、いい機能かなと思います。音声録音はもちろんオンで、音量はちょっとこれ大きすぎるんで下げましょう。で操作音なんですけれども、操作音まあ必要であればオンでもいいと思うんですが、僕はいらないのでちょっとオフにしますね。言語は日本語、ドライブモードはオフで、これね、ここなんですよ。絶対これやった方がいいんですけど、この自動電源オフっていうのは、何も操作をしなかった場合に電源が落ちるっていう、でこれなんですけども、この録画しっぱなしの時にこの電源が落ちちゃうとちょっと困るんで、これはねオフ、これを絶対オフにした方がいいですね。この画面回転はオンにすると逆になったの分かりますかね。向きを変えたからってじゃあ変わるかっていうと全然変わらないんですけど、こんな感じで、まあ逆さまで使ったりするときはいるのかな。ただ今はいらないので、あ、これでやりやすくなりました。でスクリーンセーバーもこれいらないでしょう。スクリーンセーバーもちょっとオフにしときます。で電源ボタンを押して、その後シャッターボタンを押すと設定が終了します。ここのね、ここのライト消したいな。これ消せないのかな。このね、このライトがどれぐらいの電力を消費するかわかんないんですけども、今これ見てわかる通りね、だいぶ明るいんですよ。ここはちょっといらないかなって感じがしますね。じゃあ試しにこのエイプマンをちょっとつけてみます。でね、エイプマンは何もしてないときはこんな感じで、ここのライトはつかないんですよね。まあ、ただね、電源が入ってるっていうのが分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけどね。ほぼですね、デフォルト状態みたいな感じなんですけれども、こんな感じですね。こっちがエイプマンで、こっちがムソンです。ちょっとこれだと分かりにくいので、実際にですね、後で撮影してその動画もお見せしようと思います。はい、じゃあ今度はですね、このリモコンを使って撮影してみようと思います。まずこの設定ですね。設定でリモコンが今オフになってるので、これをオンにしてやります。はい、リモコンがオンになりました。でリモコンがオンになった状態で、この赤いボタン、カメラボタンですね、これを押してみます。今度はこのグレーの方のボタン、ビデオボタンを押してみます。今ここに赤い表示が出てると思うんですが、これが録画開始されている時のものですね。あとここのライトが点滅しているので、これも録画している最中という目安になる感じでしょうかね。でもう一回ボタンを押してみます。そうすると録画が終わって、このライトも点灯している状態になってます。今度はですね、これのケース、このムソンのですね、MC2 Pro 1はこんな感じでケースがついてきます。で、このケースなんですけれども、ちょっとね、苦言を呈したいというか、ちょっとなんとかならないかっていうところなんですが、こっちがね、エイプマンのケースなんですけども、こうね、スポッと、しっかり入るような感じになってます。で、このね、スポンジもね、すごく柔らかいですね。ただ、こっち側のムソンの方はもう、スポンジがこう、なんて言うんでしょうね、バキバキになってるっていうか、あんまりいいスポンジじゃないんだろうなっていう感じです。なんかほんと柔らかい発泡スチロールみたいな感じですね。なのでちょっとね、こんな感じのスポンジ素材にしてもらえるとありがたいなと、ちょっと個人的には思いますね。
今ですね、これがマイクなし、内蔵マイクだけで撮ってます。で、ブレは多分修正されてると思うんですけども、一応手ブレ補正ありで歩いてます。音がどれぐらいのレベルで撮れてるかっていうのはちょっと分かんないんですけども、なんか画面で見る限りはですね、そんなに手ブレしてる感じはしないですけど、どうでしょう。はい、次がですね、手ブレ補正をオンにした状態で、マイクを接続して撮ってます。で、マイクはですね、そのまんま、胸元の辺につけた状態です。口から10センチぐらい離れた感じと思ってもらったらいいかなと思います。どうでしょうね、マイクでちゃんと音が拾えてるのか、あとマイクで撮った方が音がいいのかっていうのもですね、ちょっと気になるところです。で、今ちょっと風が吹いているので、このね、風切り音が入ってるかどうかっていうのもちょっとチェックしてみたいところかなと思います。あとちょっと厳しいところとしてですね、このカメラのこれですよね、この縁がついてるんですけれども、ここにカメラをセットして録画できるようにはなってるんですが、ここにね、カメラをセットしてしまうと、どうもね、イヤホンマイクが刺さりません。これはちょっと設計上の問題なんだと思うんで、なんか、自分でこのケースを削るなりして改造しないといけないのかなという感じです。まあ、最初からね、マイクを挿してもカメラがセットできるような感じにしておいてほしいので、この辺はムソンさんの方にちょっと改良を頑張ってほしいところかなと思います。どうでしょうね、カメラの映り映像がどんな感じに撮れているのかっていうのと、今外部マイクを挿して撮っているので、音声がしっかり拾えているのか、あとこの風切り音、このバタバタバタっていうような音ですよね、こういうのが入ってなければいいんですが、どうでしょう。今結構風が吹いている状態です。どうしてもね、アクションカメラって音声別撮りでしないと、ちょっと使える音声じゃなかったりするので、その辺がですね、うまいこと解消されてればいいんでしょうけど、であと映像の問題ですよね、映像もきれいに撮れてて、音声の問題、この辺も改善できてればすごくいいカメラなんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はムソンの MC2 Pro 1というアクションカメラ、これをご紹介させていただきました。聞いていただくとですね、よく分かったと思うんですが、この外部のマイク端子、これがあることによってですね、アクションカメラの音質、この辺もですね、結構改善できるんじゃないかなと思います。このマイク端子はですね、2.5mm のものなので、普通のマイクを使おうとするとちょっとね、変換したりとかしないといけなくなるとは思うんですが、これがあることによってだいぶ可能性が広がるんじゃないかなと思ってます。設定画面もですね、すごく見やすくて、なおかつこういったね、リモコンもついてるので、この低価格帯のアクションカメラの中では初心者におすすめのアクションカメラなんじゃないかなと思ってます。 Amazon でもですね、レビューが1000件以上あったのかな。陸上での撮影ももちろん綺麗に撮れるんですけれども、僕はね、個人的に結構明るい感じで撮れるカメラだなと感じたので、水中での撮影っていうのがですね、一番このカメラに合った用途な気がします。ということで、このムソンの MC2 Pro 1、もし気になる方がいたら概要欄の方にですね、リンクを貼っておきますので、購入してみてはいかがでしょうか。それではまた次回に。